こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人の靴下選び、徹底解説というテーマでお届けをしたいと思っています。結構ですね、靴下って地味なアイテムなので、皆さんですね、いつも決まったものがあって、そればかりを履いてるということが多いかなと思うんですね。それは僕自身も同じなんですが、やはりある程度おしゃれをする上で、靴下、どんなものを選ぶのかも非常に大切になってくるんですね。以前僕の動画の中でも、 靴下についてですねしっかりと語ったものを取ったわけなんですがそれからだいぶ時間が経ってきて緩やかですがトレンドも変化しましたしまあ、僕自身も語りたいことがもうちょっと増えてきたので改めて大人の靴下選びについて今回は徹底的に解説をしてみたいなと思っていますのでぜひ最後までお楽しみいただければなと思っていますただですね結構この靴下選び難しいなと思ったんですねトレンドはあるんだけどもある程度ベースは決まっていてそこまで 大きな変化がなくて、今回ですね、この動画を作るにあたって、いろんなショップ店員さんにお話を聞いたりだとか、街でもどんな靴下を履いている方が多いのかを、僕の中で徹底的にリサーチをしたんですが、やはりですね、最近靴下の中で圧倒的に多いもの、これ最初にお伝えしておきたいなと思うんですが、こちらのソックスなんですね。はい、こちらですね。白系のソックスですね。 僕が持ってるのはこれユニクロのレギュラーソックススーピマコットの素材のものなんですがこちらをですね僕自身もめちゃくちゃ愛用していまして本音を言うとほぼ一年中こればかりを履いているんですね、まあ、白系のソックスというのがここ数年はトレンドになっていて今もですねなんだかんだで定番的な位置づけで使ってる方特にアパレル業界の中では非常に多かったのが印象的でした、まあ、僕ら世代だと白ソックスというとですね なんかこう学生時代を思い出すだとか、ダサいイメージを持っている方が非常に少なくないかなと思うんですね。それは僕自身も同じで、白ソックスが流行り始めた頃ですね、もう抵抗感がめちゃくちゃあったんですね。それより前は僕はですね、細かなボーダーのソックスですね、こちらの画像を見ていただきたいんですが、まあこういったものでも今現在履いても全く問題はありません。まあこういったものを僕自身も愛用していたわけなんですが、そこからちょっと今のトレンド感っていうところを トライしたいなということで、白ソックス、何度かトライしたんですけど、なかなかなじまなくて、やめてしまったっていうことが多かったんですが、もうさすがに3年ぐらい前からは、白ソックスが主流になってですね、それ以来ずっとこれを履いてるわけなんですね。まあいろんなもの履いてきましたが、まあ実際にですね、自分自身のこれまでの価値観が邪魔をして、なかなか履けなかったんですが、大体1週間ぐらい履いていると、それなりに目が慣れてきて、 感覚も馴染んできて、白ソックスに対する苦手意識はなくなりました。で、実際に使ってると、まあ、この後またしっかりと解説したいなと思ってるんですが、かなり使い勝手がいいんですね。まあ、ソックスの合わせ方でやっぱり大切なのはですね、 ボトムスと靴とのつながりだと僕は考えてるんですね。まあ、それプラスアルファ全体の雰囲気と合わせることも大事なんですが、主にボトムスと靴を見てもらうといいかなと思います。まあ、今回はですね、靴下とそれに合わせて、やはりですね、靴を用意する必要があるかなと思って、いくつか靴も用意しました。 まずはですね、白系のレザースニーカー。これはもう欠かせない存在ですね。ジャーマントレーナーを用意しました。そして最近はですね、ニューバランスのグレー系のスニーカーも欠かせない存在だと思うので、こちらも用意しました。まあ、この2つが僕の動画の中でもよく出てくるようなスニーカーです。そしてもう一足欠かせない存在はブラック系のシューズかなということで、今回はコンバースのモカシンシューズを持ってきました。このあたりの3つの靴が結構使う方が 多いと思うんですね。 白、黒、グレーという色合いで、で、ボトムスに関しては、まあ、ブラックですとか、グレーですとか、ホワイト、このあたりを履くことが多いかなと思うので、まあ、それぞれに相性が良ければ、それは結構使い勝手の良い靴下と言えるかなと思うんですが、まあ、今回一番最初にご紹介した白ソックス。これはですね、結構どれにも合いやすいんですね。例えば、白ソックスと白のレザースニーカーっていうのは、同じ形態 ででで色を揃えるといいいう意味では非常につながりがりいいんですね白と白で微妙に色違うとなんか変な感じしないって思う方もいらっしゃるかもしれないんですが実は全く問題なくて白いレザーシューズに対して白ソックスは非常に相性がいいですそしてグレーのニューバランスのスニーカーと白ソックスこれまたですねめちゃくちゃ相性がいいんですね ちなみにですね、ボトムス履いた状態だと、今、竹の長さって正直ですね、そんなに短いのは流行らないんですね。わかるかなちょっと仮にいですけども、見てもらいたいんですが、もうこんな感じで、靴とパンツがギリギリ接するか接しないかぐらいのノークッションとか、場合によっては少しハーフクッションぐらいで履くことが多かったですので、そこまでソックスって見えないんですね。 少しだけこのくぼみのとこからちょっと覗くかなぐらいな感じなんですね。これぐらい。なので、ここに白が覗くっていうのはそんなに違和感はないです。もちろんコントラストが強いんですけども、白ソックスを履くことである程度こう清潔感だとか、あとはトレンド感っていうところが出すことができるかなと思うので、グレー系のスニーカーとホワイトのソックスも色もそんな遠くなくて使い勝手がいいかなと思います。で、今度ですね、ブラックのシューズと白ソックスはどうなのかというと、 これまたですね、結構相性がいいんですね。同じモノトーン系なので、コントラストは強くなるんですが、これまた決して悪くはないです。 例えばこんな感じですね。白系のボトムスに対して黒いパンツっていう時に、この白のソックスで繋げてあげるというのは、かなりバランスがいいかなと思います。もちろんブラックのパンツに対して白ソックスも、ちょっとですね、コントラスト高くはあるんですが、決して悪くはないので、これもですね、使えるというところで、白ソックスって単品で見ると、ちょっとダサくてクラシカルな感じがするんですが、意外とですね、どのスニーカー、ボトムスにもハマってくるので、楽なんですよ。 ななののでで僕はこれをもう一つのユニフォーームだと思ってて毎シーズンです、ね、結構買いい足しているわけなんですね、まあ、ちなみに白系のソックスなんですけども僕の中でもいろんなショップのものを試しました、まあ、ユニクロのものは価格帯が安くて使い勝手がいいんですがもうちょっとセレクトショップのオリジナルですねビューティーユースとか H ビューティーユースだとかそのあたりも僕はブランドとしては好きなので白ソックス履いたりしましたすごく良いんですけどもただ白ソックスってやっぱり皆さんの 想像通り汚れやすいですしある程度は消耗品なんですね。で、ソックスがどれぐらい覗くのかというと先ほどもお伝えした通り実際はですね、こう履いた状態でこうほとんどボトムスがですね、被さってしまうのでちょっとした動きでチラチラ見える程度なのでそこまで高いか安いかで差は分かりづらいなというのが僕の中の結論だったのでこれはユニクロで十分だと思います。個人的にはレギュラーソックスのスーピマコットンで大切なのはこのリブ 自分のですね、太さなんですね。これが細かすぎたりだとか、 つるっとした感じだと、これまたですね、従来の白ソックスっぽくなりがちなので、少しリブが太めのものの方がバランスがいいかなと思います。もしくは、ファミマで最近ソックス売ってますよね。ファッション業界でもですね、著名なデザイナーが入っている、すごくですね、注目のラインなんですが、このコンビニエンスウェアの白ソックスも非常にバランスがいいので、僕も持っていますが、まあどちらでもいいと思います。より身近で買いやすい方を合わせてもらうといいんじゃないのかなという意味で、まずは白ソックスですね。こちら,から ご紹介させていただきましたただですね、白ソックスが誰にでも似合うかというと、これまたなかなか難しいんですよ。先ほどちょっと触れましたが、ファッションとイメージって結構密接な関わりがあるなと思っていまして、僕ら世代だとか,かつていろんなファッションを経験してきていて、その過程であらゆるプラスのイメージだとか、マイナスのイメージとかを得てしまっていて、先ほどお伝えした通り、白ソックスだと学生時代のなんかダサいイメージがですね、固定 化されている方も少なくないかなと思うんですねそんな考え方古いよもうさっさとそんなものを捨て去って新しいものを受け入れなきゃって言葉で言うのは簡単なんですがそのイメージをですね脱却するのはなかなか難しいのでまずはぜひトライしていただきたいなと思うんですが無理なんかやっぱり似合わないと感じる方はこれじゃなくても全然いいなと思っていてその次にですね皆さんにご紹介したいなと思っているのが こちらなんですね。同じくユニクロのレギュラーソックスのですね、スーピーマッコットン、グレーですね。まあグレーの中でも濃すぎず薄すぎずというところで、まあミディアムグレーですね。まあミディアムからまあライトグレーに近いような色合いなんですが、これまた使い勝手がいいんですね。ホワイトほどパキッと明るくないので、馴染みがいいんですね。例えば白系のですね、こういったレザースニーカーと合わせてもらっても、まあこんな感じで結構相性はいいんですね。まあ別通りでですね、 しっかりとお見せしたいなと思うので、ちょっと見づらいのはご勘弁いただきたいなと思うんですが、まあ、ブラックの重ためのパンツと白系のスニーカーの間をつなぐという意味では非常に使い勝手がいいので、こういったグレー系のソックスもかなり使い勝手がいいかなと思います。あとはグレー系のスニーカーで、 馴染ませるっていうのも、これまたバランスがいいので、使っていただきたいですし、ブラック系のスニーカーでも合うので、まあ結構このグレー系のソックスのも万能かなと思います。まあ同じくですね、リブはしっかりとですね、強めについてるものの方がいいかなと思うので、まあユニクロだとかセレクトショップのオリジナルなんかで見てもらうといいかなと思います。まあ第2候補としてこのようなグレー系ですね、ぜひトライをしていただきたいなと思います。そしてですね、もう一つ僕がですね、動画の中 今まで散々お勧めしてきていたあの靴下があるわけですね はい、これですね。ベリーショートソックス的なものですね。はい、もうちょっと使い古してる状態で申し訳ないんですが、まあ、こちらの画像をぜひ見てください。まあ、こういったソックス今はどうなのかというところなんですが、未だにですね、定番的な位置づけで悪くはないんですが、ちょっとですね、トレンドアウトしてきてる感じもあるんですね。特に初夏からですね、秋の始まりぐらいまでは、普通に暑いので、なるべく軽快に靴下を着きたいという時には、やっぱり便利は便利なんですけども、 今っぽく見えるかというよりは、くるぶしをがっつり覗かせるみたいなスタイルも、ちょっと落ち着きが出てきたので、まあファッションが好きな方であれば、白だとかグレー系のソックスを履くのが、僕はいいんじゃないのかなと思っています。個人的にも、だんだんですね、このような靴下を履く機会は減ってきて、サンダルを履く時とか、そういった時には、もう素足とかになってくるので、くるぶしのあたりも見せてしまうんですが、それ以外の普通の丈の長さのボトムスと靴を合わせるときの靴下で、あんまりですね、ベリーショート ソックスを合わせることが多くはなくなってきたというところここら辺はですね時代の流れを感じるかなとは思っていますまあ、かつてのタイトシルエットだとかちょっと綺麗めの感じにはこういったフットカバー的なものが相性良かったんですが最近はちょっとこうサイズ感も緩めでダサかっこいいみたいなスタイルがまあ、結構トレンドの真ん中に来るようなそんな時代においてはまあ、ちょっとこのようなタイプよりはまあ、白系だとかグレー系のリブがしっかりとしたソックスの方が使い勝手がいいかなと思うのでこの あの辺りをトライしていただきたいなと思います。もちろんですね、ブラックの無地のソックスでも決して NG ではないかなと思うんですね。結構街でも黒系のソックスを履いている方は非常に多かったりするんですね。ただ真っ黒のですね、靴下だと結構白レザースニーカーなんかで合わせるとかなり重たくて繋がりが悪かったりするので僕は間には結構白だとかグレー系のものの方が、まあ、すんなりと繋がりやすいかなと思うんですね。でもしブラック系のソックス 服装履く場合は本当にこうお仕事で履くようなつるんとした感じだとちょっとこう工夫が感じられないので、このようなユニクロのリブ系のソックスなんかを合わせてもらうと非常にバランスがいいのかなと思います。あともう一つですね、ソックスで遊びを加えるというですね方向性もあるかなと思うんですね。例えば鮮やかな赤だとか緑だとかこういったものでちょっとこう遊んでいくっていうところも悪くはない選択肢で、かつては結構ですねやってる方。 多かったんですが最近はそんなにですね、そういったスタイルってやる方は多くないかなと思います。難易度が高くなってしまって浮いてしまうところもあるので、もしアクセント的に使いたいのであれば、僕がお勧めしたいのは、これ最近買ったものなんですが、 ハルサクっていうですね、ソックス専門ブランドがあるんですね。まあ、ZOZO とかで結構取り扱いがあるので、ぜひ見ていただきたいんですが、これはですね、ブルーグリーンみたいな色合いで、白だとかグレーに比べると少し華やかさがあるんだけども、比較的着こなしの中で悪目立ちすることがない色なので、まあ、このようなちょっと曖昧な色合いの靴下で、少し着こなしの中でアクセントを効かせてあげるのはいいんじゃないのかなと思います。こちらもですね、リブ太めですごくバランスがいいなと思っていて、 僕も買ってめちゃくちゃいいなと思ったんですが、これニューバランス系のスニーカーで、まあ、同じような色なんだけども、少しブルー系の色味で、 違いを出してあげるのもいいし、白系のレザースニーカーでも結構ですね、色が分断されないので、なかなかバランスがいいと思いますし、ブラックのスニーカーでも合うと思うので、これはね、結構いいんじゃないのかなと思います。結構この春作っていうブランドは ZOZO で検索してくるとよく出てくるんですが、3足でも結構値段が手頃だったりだとか、僕が買ったこちらは1500円未満だったと思うんですが、割とですね、お手頃で、セレクトショップのオリジナルと同じぐらいの価格帯で、結構凝った靴 靴下が買えるののでで春作はすすねチェックしておくとといいいいんじゃないのかなか思いますメイドインジャパンで価格も結構抑えめで、なおかつふるさと納税とかでも買うことができたりするので、まあ一つこのような選択もありかなと思うので、まあぜひチェックをしていただければなと思っています。 はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では久々にですね、大人の靴下選びについてしっかりめに解説をさせていただきました。靴下選びにおいて大切なのは、ボトムスと靴との繋がりだと僕は思っていて、もちろんブラック系の無地で合わせるのも悪くはないんだけども、どちらかというと、ちょっと明るめのもので選んであげた方が、程よいアクセントにもなりますし、トレンド感というところも出しやすいかなと思うので、まずはちょっと見慣れないかもしれないけど、白ソックスですね。これもトライ していただきたいなと思います僕ら世代の多くの方は本当に見慣れないものの代表格かなと思うんですが慣れてしまえばこれほど便利なアイテムはないのでまずはこちらからご紹介をさせていただきましたまあ、白ソックスでちょっとなんかハードル高いなと思う方はグレー系でつないであげるのもいいと思いますまあいずれにしろリブがしっかりと太さがあるものを選んであげた方が単調に見えないで今のトレンド感にも相性がいいかなと思いますそしてベリーショートソックスに関しては悪 悪くはないけどもちょっとややトレンドアウト気味だというところも頭の片隅に置きつつ本当に暑い夏だけ使うぐらいでも僕はいいんじゃないのかなと思いますでちょっとアクセント的な要素を使いたかったらこの春作だとかあとはシックストックスですねこの辺りもすごく有名で様々なセレクトショップなんかで取り扱いがあるので僕も普段のスタイリングの時によくご紹介してますしあと MB さんとかもですね動画の中で解説してるのでその辺りも見ていただきたいなと思うんですがこの辺りの だだととととかかかシッッククスストそのたりででですすね選んでい,ただくといいかなと思いいくな思ます、まあ、アクセントの具合もですね、ちょっと色合いのアクセントだとか、デザイン的なラインの入ったものだとか、ちょっとした遊びなんかをですね、作るには非常に良いのがこの辺りのブランド、ZOZO とかで買うことができるので、ぜひチェックをしていただきたいなと思っています。ぜひ皆さんもですね、今回の動画を参考しながら、まあ、改めて自分にとって気に入る靴下というのを一つ、まずは選んでみていただきたいなと思います。僕だったら白ソックス、 ですねこれがベースにありつつ、まあたまにはですね、ちょっと気分を変えるという意味で、カラー系のソックスを入れてみたりだとか、ラインの入ってるものを入れてみたりだとか、そんな具合で彩りを取り入れていただければ、かなり大人のソックス選びというのは、楽しんでいただきやすいのかなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは、大人の男性に向けて、メンズファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思っているんですが、まあもう少し中級者向けのセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、または〇〇 専門ブランドみたいなですねちょっとですねツー向けの情報は僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で 詳しくめに解説をしています。週に3本のオリジナルの動画と、それに加えて1本ですね、ライブ配信も行っています。皆さんからいただいたご質問に直接お答えするような形で、ワイワイと楽しんでいますので、気になる方は、こちらの動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また、普段なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンというものもやっています。こちらでは、写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとか、コーディネートの解説を、僕の方では毎日発信をしていまして、 僕以外のスタイリストだとか専門家の方も記事を書いてくださっています。また参加者の皆さんも気軽に投稿することができて、おしゃれが好きな男性が集まって、まあ一緒に楽しめるようなコミュニティになってますので、気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。